太陽と地球間のリサ重軌道上を周回する ACEACE ACE は NASA のエクスプローラー計画の一環として行われる太陽や銀河を起源とする高エネルギー粒子を実際の宇宙空間で調査する探査機である。探査機から送られてくるリアルタイムのデータは宇宙天気予報センターで太陽嵐の予測の改善や警告を行うのに利用されている。 1997年8月25日に、ケネディ宇宙センターから、デルタ2によって打ち上げられ、ラグラン10点 L1 付近のリサ重軌道上で運用されている。衛星の重量は 596kg。探査機の状態は良好で、2024年まで軌道を維持できるだけの燃料があるとされている。衛星の開発とインテグレーションの取りまとめは、 NASA のゴダード宇宙飛行センターが言った。ACE は6台の解像度の高いセンサと3台のモニタリング用の観測装置を搭載しており、太陽を起源とする低エネルギー粒子と銀河から到達する高エネルギー粒子までを観測する。ACE は太陽風のパラメータや太陽を起源とするエネルギー粒子を 地球から150万キロメートル離れた位置から24時間体制で観測しており、地球に磁気嵐が到達し、送電網や通信に影響を及ぼす、約1時間前には警告を出すことができる。ありがとうございます。